まあ、何も正解不正解っていうのはないと思うんですけれども、徐々に普段通りの生活に戻ってるっていうのは前に進んでるっていう証拠ですから、まあ、そこは素直に喜びつつ、でもまあ自分は自分でね、いろいろと気をつけつつで生活していきたいかなと思います。でですよ皆さん、今日6月21日何の日ですか？そう、父の日ですね。なぜかこう母の日に比べると忘れがちになってしまう父の日なんですよね。最近はでもそういうので逆にクローズアップされないことで注目されてるんじゃないかなと思うんですけど、それでもやっぱり母の日に比べるとね、どうしても注目度が薄い気がしますよね。さあ、諸説あるみたいですが、父の日は1910年前後にアメリカで母の日のように父に感謝する日を作るべきではないかと、そんな動きがあったようで、1966年6月の第3日曜日に制定されたとか。50年かかるってどういうことっていう感じなんですけどね、本当だよね。1910年に動きが始まりできたのは1966年ですから、56年経っちゃってるんだけど、どんだけこの56年間なんかそう制定するまでの道のりにならなかったんだっていう感じですけれども、皆さん父の日どうしてます？